チャオ、あっちゃんです。顔が白い。チャオ、あっちゃんです。今日12月の21日冬至ですということで、南京炊きます。はい、でやねんけど、炊いてんねんけど動画撮り忘れました、はい、もう味付け終わってね、炊いてるところ落とし蓋して、こうやってずーっとね、5分ぐらい炊いたらいいかな。かぼちゃね、かぼちゃ南京ね、南京って言わなかったね、うん、ということで、今日は南京と、とんかつ行きたいと思います。はい、作るところとんの忘れてんはい、ということで、とんかつ、4枚あげました、うん、たっぷりあるんで十分でしょうと、今日は冬至やからね、南京、はい、茹でました。でこの後ね、ゆず湯も入って今日はゆっくり温まりたいと思います。やねんけど、あっちゃんいつもね、南京食べてゆず湯入ったら絶対風邪ひくねん。ここ連続4年か5年風邪ひいてんねん。何なんそれみたいなね。あ、ソースかけなあかんや。なんでソースかけん食べんの。味あると思ってた。はい、どうぞ。子供ちゃんが慌ててね、ソースをかけずにとんかつ食べてるから。おいしなかったよ。からじゃ焦げかった。焦げてた。焦げたよ。ちょっと焦げちゃった。もう南京してんのによそ見してて。もうちょっとソースかけようよ。こんな全然かかってない。うん、前にあっちゃんは白米で幸せを感じましょう。うん。おいしい、幸せ。白米の食べ食事の白米ほんま幸せ感じるわ、うん、ではちょっと焦げた気味のとんかつ、うん、サクサク、うん、おいしい。うん、南京食べや、うん、風邪ひかになるから。あ、タイマーなってる。絶対嘘や。いや、普通はそう言うねん。痛い痛い。じゃあマップかおじゃくめようか。絶対スマップ、うん、これ何これ。チャンネル間違えてん。あれ燃えやぜや。キャベツもソース食べたら美味しいよ。あ、こぼしてるやん。うん、あ、楽しみになった。ソースこぼされてやん。あんまりね、甘みのないかぼちゃやわ。かぼちゃ南京やわ、今日のは。うん、だいぶ砂糖入れてんけどな、うん、
手で袋を詰めて、で、俺たちで帰って。キャベツもね、ソースキャベツが美味しいね、なんかの時は。ファンさん、欲しいとは言ったな。階段降りていこうと。やっぱり、炭酸水か。好きやな。うまい。炭酸水にどハマりしてるの？最近ちゃんと食べてる？熱い。熱いは食べられへん。熱くもね。はい、バーディー。キャベツたっぷり切ったかな。キャベツは美味しいわ、ソースキャベツは。濃い3000万円って。
で今日は南京を食べました。美味しかった。あとはゆず湯に入って今日はゆっくりしたいと思います。ではまたね。バイバイ。